矢部崎信也は、日本の経営者で、元サッカー選手。千葉県千葉市生まれ。奈良市の私立奈良市の高等学校2年生時に1995年の全国高等学校総合体育、大会サッカー競技大会で優勝を経験した。高校の2年後輩に、玉田圭司がいる。1997年に、高校卒業後、J リーグの柏レイソルに入団。同期入団は、 船橋市立船橋高等学校の北島秀夫。ミッドフィールダーとして6年間在籍するモリング戦、出場1試合、カップ戦、出場1試合にとどまり、6シーズン目に戦力外通告を受け退団。退団後、銀座ダイニングレストランに就職したが、店長の給料が想像よりも安いことで退社、飲食関連の出店コンサルティング会社に営業職として入社した。 二年以内に独立するとノートに目標を書き、五ヶ月目にはトップの成績を得た。八ヶ月目には起業して独立。2008年10月にはウェブリスクコンサルティング事業やウェブマーケティング事業を手掛ける株式会社ジールコミュニケーションズを設立し、その後グループ会社として2013年に体育会計学生の採用を支援する株式会社ジールアスリートエージェンシーを設立。 共に代表取締役に就任。2014年に2社の中核となる株式会社ジールホールディングスを設立。2016年5月、柏レイソルのユニフォームスポンサー契約を締結。現在に至る。サッカー選手時代から仕事が楽しいと人生が楽しいをモットーとしている。ありがとうございます。